今回のね、町田の場合は523で入ったんですよ。で、523で入ったんですけど、やっぱりオセフンがボランチを切るのか3バックの真ん中を抑えるのかっていうので、後ろの連動のところ、そこがね、ついてきてない時にどうしてもね、広島も523なんだけど、広島のボランチの縦関係に対して町田も縦関係になるみたいな、そこをね、もう最初からこう、この状態できないんだよね。なんでここにね、起点ができたりするんですよね。あ、すいません、ちょっと今日は予告編先にやる YouTuber のバージョンしました。はい。みたいな、今ハイライトのとこですね。はい。さあ、あとは、今日の町田対広島なんですが、町田のアフター気味のタックルでのファール多かったですか？あれ町田の戦術なんでしょうか？それとも選手個人個人の判断なんでしょうか？個人、まあ、それを、まず一つは、そんな多くねっていう、普通にあのぐらいあるっていう。なんで町田だけそんな言われんだって思いますけどね。だって普通に佐々木が押してオセフン押し返したらなんか、オセフンがやりましたみたいなさ。ドルシェビッチと相手争ったらドルシェビッチがみたいなさ。ヒールすぎだろみたいなあるんですけど、柴戸が失いかけて、ね、ボール行ったやつ足も買ってるからみたいなさ。いや、なんならもう普通にね、データ的にも町田別にそれ多くないって出てるしな。僕は町田中心見るんで分かんないですけど、どんだけ普段緩いんだと思いますね、その町田に文句言う人たちのそのファールの基準。今回さ、その広島に対してミラーゲームしたいからファイブバックだったかもしれないけど、最初に言ったこの青が町田で赤広島だとして、同じさ、こう一応フォーメーション上一緒の523なんだけど、これさ3バックに3トップはめいきたいんだけど、このダブルボランチが縦関係になった時に町田側も縦関係になってはめたいっていう思想が多分ないのよ。このまんまで、これによってここのスペースは埋めれるんだけど、広島うまいからここ間使えるし、ここをなさん方が気にするからキーパー含めてで回されるみたいな。広島が結構主導権握れた理由っていうのはこれだと思うんですよ。逆に町田がボール持った時は広島の3トップがコース切りながらキーパーまで行ったりするんですよ。で、広島の方がマイプレー整理されてたんだよね。それはまあ技術的な自信かもしれないけど、広島の方が近場開けないっていう連動したプレスができてたから、で前元から俺神戸とさ、やっぱ広島が強いみたいな。で、何かっていうと、やっぱりね、足元だけじゃないんだよ、この2チーム。やっぱ裏狙えたり飛ばせるから、そこが強くて、なんで広島は大体こう横茶化ね、縦ポに対しての横茶化ね、このボールをちょこちょこつ、ちゃかちゃか繋いでるだけで、実際は前に前進しないようなポゼッションをするチームに対してガンガンはめるんだけど、町田。広島の場合はちゃんと3バックにウィングバックがちゃんとサイドの、この逃げ場、迂回経路作って、ボランチも降りてきながら、シャドウが降りてきたり、それに対して空いたスペースには裏に走ったりするから。で、この、町田がね、ファイブバック使い慣れてないのか、久々使い慣れてないっていうか、やっぱり、ちょっとフォーバック慣れしすぎたのか、広島が、あと上手いのもあるんだけど、降りてくる選手に全員ハマってるのはそのまま降りてって、他の選手がさ、絞ったりしてカバーするべきじゃん。これがね、結構ついていききれないみたいなのがあって、前から降りてくる選手が、フリーになって起点になったりできるんだよね。なんで広島の方がやっぱ5バックの連動高くて、町田の方が自分たちが起こしたい現象っていうか5バックのメリットよりも自分たちが慣れてないことによって、前飛ばした後の回収も4-4になってからはオセフに対してこういけるんだけど、5-2-3のままだとここの3人でやってるからやっぱ1人回収の人数少ないし、奥にボール運ばれた時もダブルボランチどっちも戻りきってなかったりとか、前の選手戻ってないから、442とかの時と比べて、442だとこのブロックをすぐ作るじゃん。これが523だとなんか人数いる安心からなのか、守備ブロック作るの遅くなったりして、それによってディフェンスラインも後手の対応になって最初の得点になるみたいな。だからなんか523にした理由は多分、広島が人数かけてウィングバックとか使って攻撃してきた時に、4バックだと、まあ、数的不利がこの振られた時にできたりとか、中央、固くしたかったとか、前プレイ行った時に3-4-3同士でハマるようにしたかったとか、こればっかりはちょっと黒田さんに聞かないと分かんない。だから誰かが聞いてほしいですけどね。複数の理由で5バックにしたと思うんですよ。ただ起きてた効果としては、前にボール飛ばした時に落としを収めきれないっていうのと、後ろに行った時にちょっと精神的安心から戻りきらないみたいな、選手たちが戻りきらないってありましたね。あ、で、何よりその、まあ、町田のこの兄さんのこの守備ブロックの作り方がやっぱりボランチ縦関係のここを抑えられなくて、ここを抑えたらここを抑えられなくてで広島ペースになって、で、これも4バックになった時にこうなって、初手ではいっぱい開くんだけど、そっから同サイドの方にプレスかけに行けるからはめられるみたいなのがあって、だこれはビハインドになった状況、 2-0 になった状況でこれやんなきゃってなったから目線揃ったのかもしれないけどね、3バックに3トップじゃないとはめれないわけじゃないから、その辺もやり方だったなと思って。
でも絶対それでも4バックより5バックにした方がいいって判断した理由が現象として起きなかったけど、そうしたくてした理由あるから、その辺はちょっと黒田さんに聞かれた方がいいです。で、あとは2点リードしてて広島がもうこれ1回現象で出たけど、その後はもうずっと蹴ってたから、やっぱりここで繋がないから町田のプレスはめてショートカウンターっていうのはできなくなってましたね。で、ここまではさ、町田の選んだ戦術と広島との噛み合わせの悪さと、広島のこのビルドアップのところでのうまさの、うまさというか、配置のズレの話じゃん。すごかったのはやっぱりね、ボランチと両インサイドバック、特にね、佐々木と塩谷すげえ良かったですね。何かっていうと、やっぱ裏にさ、町田どんどん狙ってくるし、ボールも狙ってくるし、人も走ってくるじゃん。そこに対しての裏ケア超うまい。ちゃんと裏疲れないようにキックモーション入って裏浮上とか走ってます、オセフン走ってますの時にちゃんとバあのクロステップで裏ケアして弾き返して、それもちゃんと味方に行くのよ。で、それ味方拾えるように町田の選手が押し上げるよりも広島の選手の戻りの回収の方が早かったから、そこも町田に対して、蹴ってくるチームだから後ろ下がる弾き返しに対してちゃんとボランチが拾うっていう、それやれてたのも大きいと思いますね。で、そうそう。で、もう本当に、広島の両インサイドバック、まあ、3バックがだけど、そこの弾き返しもそうだし、まあ、さっき言った中野とかが、藤尾だったらオセフンと競り合うときに体ぶつけて落下地点入れさせなくしたりとか、その、町田の蹴るところに対してのケアと、そこに対してこぼれ球を町田に拾わせないように、ちゃんとここボランチ頑張るっていう。それ素晴らしかったです。これのせいで、うまくいかないみたいな。で、あと、やっぱ雨の影響もあってか、クリアボールだったり裏狙うボールの精度がいつもより低かったり距離出てないのよ。だから鈴木純也入った時に、鈴木純也はそういう裏狙うボールとか上手いから、そこのねキック精度がまあプラスされて良くなったんだろうなみたいな。で、あとあれですね、やっぱりこの町田のサッカーってこれ重要で、でもうやっぱりね、この目線揃えて裏だとかさ、このリスクを抑えながらリターン取るサッカーするじゃん。でもそれって相手もこういうふうに読んでくる瞬間とかでしょ。例えばじゃあボランチがボール持ちました、相手が裏をケアしてません、しっかり約束通り裏抜けますの時にここでボール出すの大事じゃん。でもこれさ、全員が裏ケアしてますっていう風になった時は、明らかに裏ケアしてたら蹴ったところで回収されるじゃん。この時にじゃあここは縦パスだっつって縦パス入れて、そっから得点みたいな、そっちもありじゃん。でこの基本コンセプトはこれなんだけど、ここはこうでしょって時にやれる人、それが先頭なんだよ。だその選手が調子悪いっていうのが苦しいんだよね。でうちもこれやれんのがオバだったりするんだよ。そういう選手ってチームにやっぱ必要で、基本原則とかルールはあるんだけど、そのルールを相手が徹底して潰して、もう異常な、普通だったらこんな異常な裏ケアとかしないじゃん。だってこっち開くから。でもこればっか狙ってるチームには有効じゃんってなった時、さすがにこの時はこうだよねってやれる選手がいい選手で、これ難しいのよ。でこれを、いやそこ臨機応変にっていうことを指導者が言いすぎると目線揃わなくなるでしょ。だから目線揃えた上でずらすっていうのが能力なんだよね。岡田さんも言ったけどね、リスクを犯さないといけないって言うけど、リスクを犯した時に叱るよ、それはお前が失敗したからだみたいな。それがね、その戦闘がちょっと調子悪めだったのは大変だったなって思いますね。そう、アレンジできるか大事なんだけど、ただアレンジだけのチームあんじゃん。だそれがノリショナルだったり横茶がみたいな、もう なんとなくその時に思ったアドリブだけで繋ぐみたいな。だそういうチームは弱いのやっぱり。強いチームって目線揃ってるけど、目線揃ってても相手も目線揃ってて、今回の広島対町田みたいにちゃんとこの力同士の対決になるところが多い場合は、そこ上回んなきゃいけないから、そうだ広島やっぱり強かったですねっていう。でね、あの最初の得点みたいな、あそこあれほんとこの力大事だから、あそこでねドレシェビッチと庄司のねラインのズレと、町田のプレスバックの遅れをちゃんとあの限られた時間の中でフィニッシュ持ち込んでシュート決めれるっていう。そうだからなんかね、すごくいい試合だったと思いますね。あ、ゼルビア見ましたよ。そう、今日ゼルビアの話しようと思ってたんだよな。ゼルビア対突戦、これもねトリーグ前日のねその練習があったから生配信はできなかったんですけど、あれでしたね、やっぱりあの僕が言ってるゼルビアのね、ここだけ怖いっていうポイントから失点してましたね。ねえ、ゼルビアの試合、あのさ、青ゼルビアの方がいいか、この相手がね繋ぐ時のこの下がり目のボランチに対して、この藤尾とかは上手いんだけど、このツートップがちょうど行った後に横使われてこうとか、行った後にこの後ろが連動してきてなくてのここ起点にみたいな、だからもうここ使われてここ使われてみたいな、ちょうど誰行くって迷うとこ使われ続けるみたいな、だからここを縦にずれれるようになって良くなったみたいな。で黒田さんがシステム変えてみたいに、後半システム変えてっていう風にインタビューで言ってたんだけど、今日レオザ学園内のねレオザと分析でそれもう一回見直したら気づけるかなと思って、あの見てたんですよこれで。でもやっぱ分からなくて、システム変えたってどこのことなのかね。そういうなんかこの2トップの後ろのエリアのここのズレを
意識するみたいなことをやったんだけど、これをシステムって言ってるのか、あと撤退締めの時には浮上が下がって433っぽくして、後ろには持たせるけど間を空けないみたいにしてたようには見えたけど、ちょっと分かんなかったね。それ以外はなんかそのどういう約束ごとでやってんのか、ここを開けちゃいけないっていうのはサッカー界の定説であるんだけど、やっぱりね、バルサに、昔のバルサに負けられるチームはやっぱりいつもブスケツ開けちゃうし、ロドリとかがね出てる試合、シティはここでボール受けれるけど、ロドリ以外だとここでのボールの受け方が上手くないからポゼッションから崩しきれないみたいな。だからここは勝負なんですよ。攻撃側はここの選手は絶対失わずに攻撃つかさどんなきゃいけないし、守備側は絶対ここをね、フリーにさせない、もしくはフリーにさせる頻度を極限まで減らすことが重要で、 J のチームの中で町田できてる方だけど、それでもやっぱここ使われちゃう時あるから、ここをね、そのチームによってどう抑えるかっていうのが、後ろが出てくのか前が抑えるのか、2人で抑えてサイド行った後前出てくのかとか、いろんなやり方あるんですよ。どういうやり方でどういう原則にしてるかまでは僕知らないんで、黒田さんに聞いてないんで、そこがちょっと気になる感じがしますね。そう、次広島戦で、広島もさっき今のやつの企画で見てましたね。でもやっぱ広島も神戸もそうだし、この町田もそうだけど、やっぱり後ろでごじょごじょつながないと強いね。ちゃんと裏狙ってきたり、神戸に関してはやっぱり大迫が収めきれんのでかいし、あれ、あとは広瀬左ウィング使ってらしたけど、やっぱりサイドバックの選手だしね、左ウィングのところで守備から入りたかったんだろうけど、その去年はゆるきとかだったっけ。神戸は大迫いなくなったらだいぶサッカー変えなきゃいけなくなる感じだろうね。あっちにシフトしようって言ったのは大迫だっていう話だしね。まあそれはもう普通に公に出てる情報だけど、大迫がいない時にこの大迫のキープ力あってのところがあるサッカーだから、広島戦も引き分けだったけどね、惜しいシーンいっぱいあったしね。で、広島はすごい裏抜けが多いんですよね。あとクロスに対して逆サイドのウィングバックまで入ってくるとかで、町田はサイドからの斜め入れる縦パスと、一回長いボールをセフンとか不条に当ててみたいなところから回収して、あとはそこにアクセントつけられる銭湯が大きいですね。ロングボール、ロングボール言われるけど、銭湯がつけるアクセントがね、あ、ラップみたいになった、めちゃくちゃ効いてますからね。でこれ引きつけて裏っていうのがあるじゃん。僕も引きつけて裏がめっちゃいいと思ってるし、ただそれが技術的負荷が僕が思ってる以上に高かったですね。どういうことかっていうと、キーパーボール持ってます、まあここに対して、まあ横を作ったりとか、まあ僕はこうね、キーパー含めて4枚作るのがいいと思うんですよ。その方が中盤に選手残せて、ウィングへのパスコースも残せるから、これキーパー含めて3で作ると、ここのパスコース長くて2トップはめやすいし、サイドバックは低い位置ではまる位置になっちゃうからみたいな。でまあこの理論はちょっとメインの話じゃないんで置いといて、こうした時に例えばこっちやります、じゃあここ来てないんだったら繋いだり運んだりします、来てる状態だから1個置く飛ばします、ここにも来てる状態だから裏が空くから裏飛ばすみたいな、これを判断してこう蹴るっていうのが意外にできないですよね。ここでもうショートパス行くってなって、あ、ショートパス無理そうだな、ロングに切り替える、この時にもう寄せられちゃってて無理っていう。だからこの本で書いてる CPE の理論、クリティカル裏ポイント前進のパスエスケープ迂回っていう、この CPE の理論自体は間違ってないんだけど、これを CPE を状況判断完璧にやり続けられる選手っていうのがほぼいないっていう。だから最初から C って決めといて、一発裏行くチームが今 J リーグで強いし、 J リーグっていうかサッカー界で強いっていうか、でシティとかアーセナルとかリバプールはすごい P を狙えるチームなんですよ。前進のパス P が狙えない時に E でチャンス伺うみたいな。ただシティもリバプールもアーセナルもほんと良くない試合って C がないでしょ、裏がないでしょ。だから昨日の試合みたいにハーランド一発いっとけよとか、デブライネからのクロスで裏みたいなもんじゃん。クリティカルまあ、クロスも C だしね。ここのクロスポイントっていうファー側のこのハーランドが待ち合わせできるところに全然ボール入れないみたいな。でもめっちゃいろんな、なんか戦術分析みたいなのあるだろうけど、僕は、もうなんか、基本的に戦術戦う術、だから、点の取り方、点を取らせないやり方、この2つから逆算して喋っていくべきだと思うんですけど、点の取り方だったり、ボールの運び方で、一番イメージ湧きやすい、前プレーされてる時のサイドバック裏、そこでね、キビオル対ハーランドとか勝ちやすいわけだし、パブロ・マリ対ルカクみたいなことだから、それもやってない上に、押し込んだ上でそういうシンプル攻撃もないから、だからやっぱ、ちょっと話戻すけど、CPE の C と P と E をバランスよく割り振るっていうのは、シティとかアーセナルとかリバプールでもできないから、だからそれよりももっとどうしてもクオリティ下がっちゃう選手たちには C で行くぞっていう風にやる神戸だったりとか町田とかサンフレッチェ広島が今 J リーグで強いんだなみたいな。町田の対戦相手のサガン鳥栖とかはうまくつながる瞬間とかあるけど、やっぱり立ち位置いいとこ立ててなくて
E と P 優勢になるから裏がないからすごい前に捕まえやすい。この裏へのボールってどうしても相手の矢印の外に行けるんですよ、とか逆とかに。でも P とか E って相手の矢印、守備の矢印こう向いてんじゃん、その矢印の中に出すボールになるからうまくいかないと引っかかるんですよね。私レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。